JAL の CA さん遊びに来てくださってます。基本給のほかに、危険手当でですか。はい。あ、なるほどね。基本給を抑えておいて危険手当で、じゃあもう飛んだら命の保証ないってことですね。まあ、バードストライクもあるし、危ない国に飛んだら、テロも可能性もあるし、南米地区行ったら麻薬王国交換の可能性もあるし、やっぱり命かけて仕事してるのは本当に現場だっていうのはよく、だけど今コロナで特に国際線飛んでないじゃないですか。そんな中で今 CA さん大変じゃないですか。野島電機はマシなおって聞きましたよ。でほとんどの CA さんが居酒屋で働いたり、まあ、分かんないようにスナックで働いたり、そうやって一生懸命生計を立ててるのに、取締役報酬確か2億4000万ですよ。だから私は株主総会で反対して、取締役報酬を 100% カットして出向行って困ってる CA さんを一人残らず助けてあげるのが人としての道だろうって発言したんですよ。そしたら賛成多数でした。いや本当だから、またでも本当今日CA さん遊びに来てくださいました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。でも本当 JAL の CA さんも本当秀才で、また品があって、またいろんな国の言葉も喋れて、役員なんて下手すりゃ英語も喋れないんじゃないですか。だから私は本当だから、あとびっくりしたのはニューヨークまで15時間かけて仕事してる CA さん、機長よりもなんで役員のが給料多いなんて、これあってはならないことですよ。人の倍働いてんですから、命をかけて。でも本当遊びに来てくださいました。ありがとうございました。本当またCA さんの味方で、株主総会ガツンと発言してきますので、また何かやったら言ってください。よろしくお願いします。でも基本給があって危険手当ね、危険手当で持ってるようなもんだけど、今飛行機が飛んでないとそれもない。であとなんか国内便は3億もするんですって今。やっぱり大量リストラし、そうだよね、リストラしすぎだよね。で役員だけ安泰っていうのはとんでもないですよね。役員っていうのはやっぱり身に変えてでも、現場の CA さんパイロットを守んなきゃいけないっていう私の考えなんで、また弱い立場の味方で発言していきますんで、頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。